ももしもし高橋うんあのさメールで送ってくれたうちの会社説明会用のスライドあれ修正してほしいんだけどうん今見てるうんじゃあちょっと1ページ目から行くよまずうちの HI コーポレーションのロゴなんだけどこれ白黒印刷用のやつ使っちゃってるからこれカラーのやつあるからそっち使ってくんないうんオッケーじゃあ次ねこれうちの利益の推移なんだけどさ あの縦軸これ単位普通は1000円なのよこれ1000万円になっちゃってるとあのうちの去年の利益がえっと2兆5000億円になるのよおい国家予算かよこれマストで直せよ分かったはい次いやこの社長の紹介だけどよお前社長の名前間違ってんだよいやいや斎藤のサイガーとかじゃなくて 五十嵐広史だろうがよ、うちの社長よ、おい。広史五十嵐の HI だろうが、誰だ、斎藤正文って。誰と間違えたえ昔世話になった小学校の担任。うん。いや、そういうの普通、高校だろうがよ。そうでもねえわ、人によるわ。あ,あ,あと、この写真もダメだって。これ十年前ぐらいの社長だろう。 いや、社長は社長じゃないですかって。お前、今社長つるっぱじゃねえかよ、おい。お前、このスライド社長使うんだぞ。就活生見たらテンパるだろう。ふさふさとハゲがいいんだからよ。一番直せよ。うん。あともう、こう、今更なんだけどよ。この右の青いやつはなんだうちのマスコット。いねえって。勝手につくんなって。 もう全ページ取れよ。ああ、分かったかいや、ええー、じゃねえよ。んで、次が会社の歴史か。ああ。ちょ、全文字化けしてんですけど。全然読めないんですけど。で、もう全然読めねえと思ったら、あの、一箇所読めんのあの、ローマ人のとこ文字化けしてないから。トムハンクスって何ですかちょ、な、なんだ、うちとトムハンクスとね、なんかあったのか昔。ちょ、俺知らないんだけど。 ここに関してちょっと後で詳しく聞かせてください。はい。あと、ちょ、今気づいたんだけどさ、左上の H.I. コーポレーションの文字がなんか変になってねえか。ん ?1 ページ目から少しずつ変えてって最終的に違う文字にしてる。お前なんで説明会にアハ体験要素を入れてんだよ、お前。趣旨ブレんだろうがよ、おい。 え、何ってことは最終ページはもう全然違うのになってるってことんええー、と、ああ、これが最終ページか。うん、TM レボリューション関係なさすぎんだろか、おい